さあ続いての企画に移ります。さあここからは桜美林大学に通っている学生のファッション企画を行います。今回は前回のオープンキャンパスにも出演してくれたミス・ミスター桜美林コンテスト2022ファイナリストのあの方に1週間の着回しコーデにチャレンジしてもらいました。それでは VTR どうぞ。皆さんこんにちは、リベラルアーツ学群3年平野俊です。今日はこの白のロンティー洋服を使って1週間の着回しコーデに挑戦したいと思います。ぜひよければ見てってください。どうぞ。このファッションのポイントはズボンがだいぶ、ワイドに作られてるズボンを持ってきてるので、まあ、きれいめってよりかはかなりストリートになってるかなと思います。また半袖を一番上に着てあえて、長袖のものをインナーとして着てるので、そこもまた重ね着という点でストリートっぽいようなコーデになってるかなと思います。あ、このネックレス、このあえて何も柄がないチェーンのネックレスを使って、また太さも結構だいぶ太く作られてるやつなので、シンプルとかあんまり柄が多くないような洋服に取り入れてることが多いです。つけます。他のやっぱ大学生とかも結構アクセサリー類っていうのは結構つけてる人多いので、まあ、授業でもつけていることが多いです。このコーデはこのカーディガン、すごい可愛くて一目惚れして買ったやつなんですけど、このカーディガンは基本的に春とか、まあ、秋も着れるし、まあ、冬はこれ着てその上に何かコートとか羽織ることもできるので、まあ、基本的に夏以外だったら、フルで着れるかなと思ったので、まあ、この洋服すごい気に入っているのでこの洋服をチョイスしました。実はナイキのエアフォースワンってやつなんですけど、その公式サイトとかアプリから自分でカスタマイズして作れる靴で、ちょっと自分で初めてちょっと色とか選んで作ってみました。あ、これ実はネットで買ったやつで、色のあったかみというかこのオリーブ感のある色がちょっと季節感めっちゃ出るので、もう色見た時にあ、これだと思ってすぐポチりました。ポイントとしては、まあ、見てわかると思うんですけど、このシャツの色が青で自分に合うかなっていうのあって、着るんじゃなくてこのコーデの一環としてこういうたすき掛けとかをしてちょっと季節っぽいような雰囲気を出しています。このズボンは一応、ネットで買ったやつで、基本的にここのプレス入ってるズボンで足先に向かって広がってるフレア生地になってるので、そうですね、足長く見えたりとか、まあゆったりっていうよりかは結構きれいめとかカジュアルとか着たい時に、履いているズボンです。僕の中ではお気に入りの洋服はもう気に入ったら値段関係ないぐらいで買っちゃうんですけど、基本的には1着8000円7000円8000円くらいだったら手出しちゃうかなと思います。このコーデのポイントは、まあ、まずシャツにあって、ところどころダメージ加工入ってたりとかして、比較的古着っぽいような、それ結構昔流行ってたような、洋服っていうのをテーマにコーデしてます。あ、これ下のズボン、実はこれ GU、 みんな大好きな学生の味方 GU の、まあ、これレディースのものなんですけど、フレア生地になってるやつで、まあ、デニムのフレアは結構何にでも合うので GU で一目惚れしました。結構大学生とかだったらファッション好きな人とかは意外と履いてる人多いかなっていうイメージを抱いています。あ、そうですね、さっきのかけてたやつは、まあ、特にそこまでいろいろ加工が入ってたりとかはなく、普通に青のシャツだったんですけど、まあ、この洋服はちょっと黄色が入ってたりとか黒とかいろんな洋服使われてたりとか、まあ、ちょっと後ろの裾とかもちょっとダメージ加工入ってて、まあ、そういうのがあるので、そこをあえて見せるためにこれはたすき掛けじゃなくて着て、着用した状態でコーデを組んでいます。このコーデはまあ全体的にオーバーサイズで、統一しているのでゆったりと
着れるようなストリートコーデになっています。この上のジャケットは古着屋さんで買ってるので5000円とか6000円とか、この黒のワイドのズボンは後ろに紐とかになっててすごい一目惚れした洋服なんですけど、だいたいこれも1着5000円6000円とか、自分の中では気に入ったものなのでこれぐらいで買ってます。かなりいます。もう基本的にきれいめの無地とかか、それこそフレアパンツとか履いてすごい洋服好きそうな人もいれば、今僕がこうやって着てるみたいに結構ストリートでダボダボっとしてる人とか、まあ帽子とかかぶったりとかしてそういう洋服を着てる人、だいたい3パターンとかぐらいに分かれてるかなと思います。VTR にご出演いただいた平野俊さん、ありがとうございました。